こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は、末は節語を経て正しいです。これは玉は米中に向かいて清く、末は節語を経て正しいの下の句で、前の句は宝玉は泥の中にあっても正常であるという意味です。仏性が衆生の煩悩中にあっても正常不変であることを例えます。また後ろの句は、常にしぼむことのない松の根打ちは雪を経て初めてわかるということで、これは人の節操の固いことの例えです。今から松は節語を経て正しいを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。